先ほど我が国初の国家安全保障戦略を策定しました。国民の安全を守るための安倍政権の基本的な戦略を決定した、そしてお示しをしたところであります。これは我が国の外交安全保障政策について国民に対して、そして海外に対してくっきりと透明性を持ってお示しをするものになります。そして国際